はい、芋テレビ心に抱きしめて土砂降りの雨の中汚れたままでさまよう。もっと思い出なら綺麗に芋テレビパフォーマンス芋テレビ出てきました。番組アシスタントレポーター募集中というような形で番組出場者大募集という形ですね。あれパフォーマンス芋テレビ出てきました。番組アシスタントレポーター募集中というような形で番組出場者大募集という形ですね。僕も使ってるよ。ご機嫌なスタジオだね。皆さんこんにちは。こんにちは。マイクレビューです。オリオのごくごく一部から皆様に素敵な商品をお届けするロリコンワールドの時間だよ。今日ご紹介するのはギタリストのための驚異のピック、ミラクルピックです。もちろん紹介してくれるのはこの人、ジョン・パーキングです。ありがとう。やあマイク。やあジョン。ところでマイク、最初に質問があるんだけど。なんだい。普通ギターピックっていうとどういうものでできてると思う？みんなプラスチック製のものを使ってるよね。そう、一番多いのはプラスチック、それからカーボン、金属製、べっ甲なんてものがあるんだけど、どれも一長一短でね、プラスチックのものは摩耗が激しいし、金属製のものは引いてて弦を傷めることがある、うん、べっ甲は高いからね。それに今ではワシントン条約で取ることが禁止されてるんだ。へえ。カーボン製のものは軽すぎて手になじまない、そして弾いてると飛んでいってしまうことがあるんだ。よくみんなアンプの下に飛ばすよね。そう、ピック1枚探すのにアンプを倒して壊したなんてね、シャレにもならないよね。もう大変だ。そこでおすすめしたいのがこの驚異のピック、ミラクルピックなんだ。へえ。ところでジョン、一見普通のピックみたいだけど。このピックはピック開発の第一人者、ケン・デルソール博士が長年の研究の結果開発した驚異のピックなんだ。じゃあ早速使ってる人の声を聞いてみよう。いや僕も使ってるよ。最高のピックだね。いや指の動きがすっごくスムーズなんですよね。いいぜ、すっごいぜ。やったことないけど弾けそう。すごい反響だね。もうみんな驚いてるよ。ミラクルピックの虜って感じだね。もうこれからはあのピックが手から離れないみたいだね。そうだね。ところでジョン、このピックには一体どんな秘密があるんだい？ディックス理論って言うんだけど、詳しくは開発したケン・デルソール博士に説明してもらおう。あ、私がこのピックを開発したケン・デルソールです。みんなもギター弾くときに、強いテンションのギターなんかは特にそうなんだけど、ピックの弦を乗り越える瞬間のインパクトって嫌なもんですよね。これをうまいこと処理できりゃどんなにスムーズにギター弾けるだろうって私も随分悩みました。そしてそれをうまくコントロールできるようになった仕組みがこのディックスシステムです。ではディックスシステムの理論を説明してみましょう。これが弦です。指に挟んでいるピック、これが私の開発したミラクルピック。弦に与える作用点、ここで起こる作用と反作用をバランサーのウェイトでうまく逃がすことができました。これによって弦を通過するときの不快なインパクトのショックが指に与える影響を随分
柔らかくすることができました。これで速いフレーズなんかもお手の物。さらにこれには素晴らしいことがまだいくつも隠されてるんですよ。この衝撃を和らげるということは弦とピックの寿命を伸ばすということになるんです。今まで鉄のピック、鉄鋼のピック、プラスチックのピックとそれぞれ一長一短ありましたが、もうこれで解決です。誰かにじゃあこのピックの素晴らしさを試してもらいましょう。やあジョン。やあ博士、久しぶりですね。いつもテレビ楽しんでますよ。ありがとう。ところで君はギターを弾いたことありますか？高校時代にフォークギターを少しだけ弾いたぐらいかな。どんな曲？遠藤健二のカレーライスなんか好きだったけど。それならちょうどいい。このピックを試してごらん。そうかな。ほら、君はもちろん楽譜は読めるだろ。一応読めるけど、それをすぐに弾くなんてことはできませんよ。大丈夫だったら君こそこのピックのテストに持ってこいだ。難しそうだな。これはブルースの曲ですね。そうだよ。コード進行は簡単なんだ。コードはわかるけど、随分音が多い譜面ですね。すごいや。まるでリック・クラプトンじゃないか。信じられない。これがこのディックスシステムの素晴らしさだよ。なるほど、よくわかりました。どんな感触だった？いやー、もうまるで手の一部になったみたいでしたね。そうなんだ、それこそ私の狙いだ。今までのピックはもういらない。これからはどんなジャンルでもこの一枚で十分。ミラクルピック、あなたは今まで通り普通にギターを弾くだけ。もうこのピックは手放せません。まるで指の一部のようです。楽器店のケースに並ぶさまざまなピック、この中であなたはどれを選びますか？そう、ただ一つ残るのはこれ、ミラクルピック。お申し込み電話番号はこちら、の番の○○○、商品早く来いまで。なお、くれぐれもおかけにならないようにお願いします。ジョン、もうミラクルピックはこれからのギタリストのもう必須アイテムだね。きっとジミーもスティービーも天国で俺たちの時代にこれがあったらなって嘆いてるだろうね。そうだろうね。皆さん気に入りましたか？たらテレビの前の皆さんも今すぐお電話を。相手はマイクレビューでした。商品番号1番、驚異のピック、ミラクルピック、デラックスタイプ1枚に復旧タイプを、驚きの倍のもう1枚、そしてさらにもう1枚の計3枚をセットにして今なら1万円でお求めいただけます。なんと今回は特別にミラクルピックの性能を最大限に引き出してくれるモッキンバードタイプのエレキギター1本とアーニーボールエレキ弦6本組1セットをお付けして提供させていただきます。なお限定数は1です。お申し込み者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。お申し込みはイモテレビ2号ビデオケースに入っている用紙に必要事項を記入してデルソルフロントに備え付けのイモテレビ2号目安箱までお願いいたします。